第16弾ファーストオブビクトリー激レオの目覚め最速プレイ、よいしょ。さあ今回もやってまいりました、はい。まあ、我々デュエプレ研究所長くやっておりますけれども、まあ、毎回毎回この企画が一番楽しみでございます。楽しいです。診断です、ね、我々が先にプレイができるの、はい、しちゃいますよ。これが一番楽しみなんでございますから、はい。あと私気づいちゃったんですけど、今回診断初のカタカナじゃないですか。いつもなんか漢字だった。おい、言われてみれば今回カタカナが、そしてビクトリー。本当だ、カタカナだ。なんかちょっと、ま、目新しい感じだなと思ったら。そうですよ、いつのことか。なんて読むんですかって聞いてたんですけど毎回あった、そういえばそのくだり。カタカナだと思って。あ、なるほど、はいはい。まあ、ちょっとね、また新しいことがあるのかもねという、はい、ちょっと予感を感じさせますが、はい。今回はですね、ゲスト様に配信者王に輝きましたツーバイランスさんに来ていただきました。はい、第2回配信者王のツーバイランスです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今回はですね、ツーバイランスさんと一緒に初公開のカード&新能力をご紹介していきます。うん、初公開の情報の前に、いくつかですが、すでに公開された第16弾の情報をおさらいしていきたいと思います。うん、では久保研究員お願いします。はーい、あ、ビクトリービクトリーだ、ビクトリーだ、ビクトリー久保です。ビクトリー久保になってる、ね、すごい腕を上げて喉が閉まっちゃってるそういうことか。慣れないことをしてしまいましたが、ビクトリー久保さん、はい、おっしゃっていただいた通り、新書始まっちゃった。名前もカタカナになったということで、今までとはちょっと違う感じでね、今回からまた新しいデュエプレが始まっていくというところで、この情報を皆さんにお届けしていきたいと思います。なるほど、はい。じゃあ早速なんですけれども、この第16弾パーソルビジュリア、ここがすごいということで、ここはいくつか持ってまいりましたので、はい、ご覧ください。どうぞ。はい、新主人公が来た、ね。はい、ということで、切り札勝負くんが今まで主人公を務めておりましたが、はい、その勝負くんの弟である切り札勝太くんが、このタイミングからデュエプレに登場します。お兄ちゃんの勝負くんと一緒に、2人でっていうのも変なんですけど、勝負くんも一緒に引き続き活躍していきますし、また勝太くんとその新たな仲間たちもデュエプレに登場して活躍してまいりますので、お楽しみにしてください。はい、お願いいたします。強い仲間ですね、弟が来てくれまして。さあ、そしてこのスキンを手に入れるために実装されたものがまた、はい、続いてこちらです。おパネルミッション、嬉しいやつだ。はい、パネルミッションというと、ミッションがあるっていうことは報酬があるっていうことなんです。当然でございます。嬉しい当然なら、はい、当然です。映っているように、まあ、結構たくさんのパックチケットだったり、あとは汎用的なベリーレア の呪文ですね、呪文、あとアクアサンファーという音があるとか、ありがとうございます。まあ、もちろんです。みんな大好き、アクアサンファーみんな大好き、小笠原さんのこともみんな大好き、ありがとうございます。じゃあね、そろそろカイトのスキルね、ちょっと新しい感じで出していただいて、はい、結局夏服もね、イベントでちょっと出てきたという。そう、でも出たんですよね。確かにそうですね。しかもメガネオフ、しかし、ね、いつも姿の姿がございます。小笠原さんの声がね、研究所で届いてるかもしれないですね。え、あんな絵があるってことはもう好きにするのもね、間近でございますね。嬉しいことでございます。ありがとうございます。本当に。ですね、はい、そのタイミングでパネルミッションを登場しまして、はい、まあ、個々のパネルの報酬でもそうですし、パネルのコンプリートの報酬でもいろいろと準備しておりますので、はい、パネルが9マスあるパネルが3枚用意されていて、はい、全部クリアすると、クリフが勝った時の金を。やったー、うん、ゆっくりプレイしていただいてもクリアできればいいんだなと思いますので、ぜひゲットを目指して遊んでください。よろしくお願いいたします。さあ、そして、まあ、なぜビクトリー久保だったのかというところです。はい、そうですよ、こちらです。おー、はい、ビクトリーカード登場。はい、ビクトリーカードというですね、スーパーレアの上の新しいレアリティのビクトリーカードというのが登場いたします。非常に強力な能力になっておりますし、ただですね、このビクトリーカード1枚あたりの回数率は今までのスーパーレアと特に変わらないんですね。まあ、種類が2種類になっておりまして、まあ、1パックに10枚のスーパーレアと1枚のスーパーレアと2枚のビクトリーカード
カードになるというのが一定になっております。なるほど、はい、生成や分解に関しては画面に表示されているような具合になっております。うわー、かっこいいですね。ぜひ皆さん、はい、チケットを目指してみてください。お願いいたします。ちなみにこのカードは、あの SR チケットでも出てくる。そうなんです。ビッグ3カードということなんですが、うん、先ほどのパネルミッションの報酬には SR チケットの名で、出てくる場合がございます。おー、あるんですね。 SR8 種類とビクトリー2種類の合計10種類のうち1枚ランダムに出てくる感じになるので、 SR チケットという名前であればビッグ3カードが入っているっていうところで皆さん楽しみです。はい、嬉しいですね。つばいらんすさん、ここがすごい3つ紹介しましたが、気になることとかありますか？やっぱりガイアルカイザーですね。まあこれ当時僕高校生だったんですけど、クラスメイトがいやちょっとガイアールはなかなか手が出ないということで離れていってしまったほどの高貴なるカードが、けどスーパーレアと同等の排出率ということで当時よりも思い出をゲットしやすくなっているはずですので、あそういった悲劇も生まなくて済むのかなと思うと、まあぜひね皆さんパックからガンガン当ててほしいですね。難しくていいですね。はい、はい、ここまでは実はあの、まあ、詳細は初公開のところもあったんですけども、大枠ツイッターとかでも公開していた内容になりますが、ここから今回初公開のしかも結構でかいんじゃないかなっていう情報がございますので、ご紹介いたします。はい、こちらのスライドをご覧ください。はい、ファーストオブビクトリーから登場するカードはマナと墓地からの探索の能力がなくなります。なんでマナや墓地からカードを選ぶ能力の場合、探索今まであの3種類カードが出てきたと思うんですけども、ではなく全部の選択肢の中からカードを選んでいただくことが可能になります。広がりますね。広がります。はい、ただあのファーストビクトリー以降から登場するカードということで、今までに登場した探索能力持ちのカードについては一旦あの現状のまま探索でのなりますので、そちらあのご注意いただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、もう今のスライドに載っちゃっているんですけども、今日初公開するカードの紹介に移っていきたいと思います。まずはこちらになります。どうぞ。交流の精霊ガガカリーナ、そしてイオの伝道師ガガパックン。さあ新たなカードが出てきましたが、はい、ではこちら詳細解説をお願いいたします。はい、ではあの1枚ずつ紹介していきます。まずあの交流の精霊ガガカリーナなんですけれども、バトルゾーンに出た時サイキッククリーチャーを呼んでこれるよっていうようなクリーチャーになっております。光水または自然のコスト5以下のサイキッククリーチャーを出せるというところ で、いいですね。まあ、結構あの小マナのクリーチャーとサイククリーチャーで2体並べれるっていうところが強力なのではないかなと思います。またあの新しい種族エイリアンを持つカードでございますし、エンジェルコマンドなので結構あのいろんなところにもしかしたら使えるかな。バルカディアスの進化元になったりとか活躍が見込めるんじゃないかなと思います。はい、さらにそのガガカリーナを手に入れると特典としてついてくる、サイキッククリーチャーがこちらになります。はい、イオの伝道師ガガパックンということで、相手の呪文を唱えるコストを1つ多くするという能力を持っております。狙いそうだったですけど、相手に呪文を、ね、あのコストを増やすってなかったです。そうなんです、お互い増やすとかはあったんですけど、デュエプレの場合は相手だけっていうのは今回初登場になりますね。いやこれ大問題ですよ。大問題。まあ多分皆さんここにいる皆さん今あの超次元の光と水と火の、あの超次元ビートよく使われているのをご存知かと思うんですけど、これ超次元サプライズホールから出てきますね。これ先行がこれ出すとどうなると思いますか？方向が返せない。方向は暴れるしかないですね。ということで、まあ、そのデッキ次第ではもう本当エクストラターン級のアドバンテージを獲得しているカード、もちろんガガカリーナなんかから出しても強いんですけど、既存のホールと合わせてもすでに恐ろしい効果が期待できますね。結構影響大きそうですね。これはかなり使われるんじゃないでしょうかね、今後も。はい、さらにですね、あの覚醒リンク、
という能力が下に書いておりまして、こちらについては後ほど詳しく紹介させていただきます。はい、ではまずはまた次のカードのご紹介に参ります。こちらをご覧ください。ジオバリバリミランダ、そしてタイタンの大地ジオザマン。なんて言いましたっけ、何回聞いてもおもろいな。ジオバリバリミランダ書いてないですよ、その文字どこにも。やめてください、ちょっと幻覚見るのやめてください。これは私も先ほど次元流の暴力ですかって聞いたんですけど、うん、そうですよね、どう考えてもね。ジオバリバリミランダでございます。そんなことはないんだから、はい、そんなことはあのジオバリバリミランダでお願いします。おジオバリバリミランダ、はい、ミランダでも大丈夫です。伝わります皆さん。バリバリ言いたいな。このカードの名前が決まった経緯まで何から何まで詳細解説よろしくお願いします。はい、そうですね、ちょっと11年ぐらい前のカードに。あ、そんな前のカードなんですかこれって。はい、僕も高校生だった頃なので、ちょっとその時誰がつけたんだろうって。僕ら高校生ですよ。やばいな。いや懐かしいなと思いながら紹介していますが、うん、じゃ あの個々の解説をしてまいります。はい、まずジオバリバリミランダですね、うん、5マナ2000でこちらは、光、火、または自然のコスト6までの、サイキックリーチャーを一緒に出していくことができるクリーチャーになっております。またあのエイリアンを持っておりますね。はい、コスト6以下までっていうのが、まあ、結構このカードが強力だったゆえんでもございますので、うん、はい、またあのどんなサイキックリーチャー一緒に出せるんだろうなっていうのはいろいろ楽しみにお待ちいただければと思います。はい、はい、ではこのジオバリバリミランダを手に入れると一緒に獲得できるサイキッククリーチャーがこちらのタイタンの大地ジオザマン。はい、自分のターンの終了時マナゾーンからカード1枚を手札に戻しても良いということで、先ほどの探索がなくなったというところとになってきますね。好きなカードをマナゾーンから1枚手札に戻すことができるということで、はい、あの非常に強力な能力になっております。どういう風に使ったらいい。そうですね、結構そのマナが伸びた後に使って単純に好きなカードを手札に戻すだけでもう非常に強力です。そうですね、コントロールよりなデッキとかだとゲーム終盤かなり選択肢が広がってきますので、しかもこれいる限りは永続的に発動するので、いや本当によく使われてたカードですねこちらは。はい、終了後ですもんね。そうですね、なるほどなるほど。はい、でこちらもですね、覚醒リンク後という、まあ、テキストが書いてあるんですけども、はい、まあ、何かと言いますと、先ほどのガガパックンとこのジオザマンですね、はい、両方がバトルゾーンに揃っているときに自分のターンの最初に2体のサイキッククリーチャーが裏返って覚醒をして合体をする覚醒リンクという、はい、能力がございます。ゴッドリンクと覚醒とかもう完全に混ざり合ったような名前ですが、でそうするとあの新しいクリーチャーになるんですが、それがこちらでございます。はい、ボン、おー、はい、貪欲バリバリパックンガーということで、めっちゃバリバリしておりますね。すごい、なんかもうなんかかっこよくなったのにどんどんなんか翔さんみたいな名前になってなんてわかりやすい。貪欲でバリバリでパックンしちゃうぞって感じが伝わってきます。しかしまあ名前に反して多分凶悪な効果を持っているのだろう。こちらの解説をお願いいたします。はい、このサイキックリンクした姿のカードはサイキックスーパークリーチャーというカードタイプになるんですね。はい、あのイラストでは1枚のカードですけど、実際には2枚のカードがまあくっついているよっていうようなものになります。で能力としては、相手のクリーチャーがアタックするときにアンタップすることができて、さらに、その間だけブロッカーを得るという能力になります。ブロッカーにも、これ1回じゃないってことですか。これは1回じゃないですね。おー、1回じゃないんですよ。済まされましたな、こいつに。意外と懐かしいな。やっぱ懐かしい。なんかあれか、バルホルス。はい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 、近いですね。近しい感じですか。でかいバルホルス。でかいバルホルス。つまりでかいな、つまり強い。はい、しかもタップされていても、そうですね、相手のクリーチャーのアタックに発しますね。起き上がるっていうのがとんでもないことが書いてあります。そうなんです、貪欲すぎる。はい、でさらにまあ、サイキッククリーチャーって覚醒と解除っていう能力が持ってるものもあったと思うんですけども、
このバリバリバックンガーの場合リンク解除ということでバトルゾーンを離れるときに2体リンクしていたものの、片方ガガパックンの方だけバトルゾーンに残して、ジオザマンを超次元ゾーンに戻すといったような、まあ、破壊耐性のようなものを持っております。なるほど、はい、もう一回ジオザマンを出してで次のターン自分の場合にはまたそうなんですになるから相手としてはパクンガが立つ前にどっちかどうにかしなければっていう動きを強制することもできるみたいな、はい、解除みたいな強そうであのサイキックリンクですね簡単にまとめると、まあ、このようなイメージになります、うん、2体のサイキッククリーチャーが自分のターンの初めにサイキックリンクして1体のサイキックスーパークリーチャーにというところで、まあ、あの一旦やっぱり待たないといけないっていうところもあるのに非常に強力な能力のカードになっております。さらにですね、さらに、はい、あのもうすでにツイッターとかで公開をしているんですが、はい、先ほども名前が上がったガイアールカイザー、ガイアールカイザーは3体のサイキッククリーチャーでサイキックリンクをするクリーチャーとなっております。3体が次の自分のターンの開始時にいないといけないですか。結構大変ですよね。結構大変なんですよ、はい、3体なんで、ということで、今回ファーストビクトリーはここがすごいちょっとあの4と5の順番いろんな事情があって逆なんですけども、はい、4ダッシュで、はい、こちらですね、はい、プレイスサイキックリンクという新能力が登場いたします。なるほど、はい、これはあの TCG の時にもなかったゲームプレイオリジナルの能力、ね、はい、なんですけれども自分のターンの初めに3体が、揃っていたらサイキックリンクするっていうのは変わらず、さらに、特定のサイキッククリーチャーを出したタイミングで3体揃っていればすぐにサイキックリンクできるよっていう能力になっております。なるほど、即時裏返るよというガイアールカイザーの場合は、左にいるブーストグレン王とドラゴニックピッピーの2体が最初にバトルゾーンにいる状態でガイアールカイザーを出すと即時でサイキックリンクします。いやすごいな、強そう聞くと、はい、なんかまあさっきの1ターン、まあ、相手次第のターンを渡すパックンガーに比べてなんか自分が能動的に動けはするのかとも思ってしまうんですけど、はい、こちらは どうですか、つばいさん的には。そうですね、まあ、かなり革命的な強化が起きてまして、まあ、そもそも結構このブーストグレンもドラゴニックピッピーも単体で、まあ、そこそこ強いんですよね。ドラゴニックはバトル中のパワーが上がったりブーストグレンはなんて除去ですから、この超次元ガイアルホールを打たれた瞬間に相手はもう行動が制限されると言っても過言ではないというか、うん、まあ、別にドローしてもいいけど分かるよねみたいな、そういう話になってくるので、いやかなりアップデートされております、こちらは間違いなく。めちゃくちゃ強いことが起きてます。多分バトルゾーンに残しておけなくなるんですね。残しておけなくブーストグレン王とかを。そうですよね。いや、まあそれにしたってこの3枚分が重なって裏返ってるこの姿かっこいいですね。マジで長いけどあんまりカードゲームやっててこの長さ見たことないすごい縦にね行ってこれ両手でタップするんですよね、みんなゴーゴーってなるほどゴーゴーって懐かしいな、この挙動で。なんかみんな避けたりするんですか。ちょっとこれ邪魔かもしれないんで重ねますねとかそういうやり取りがありましたね、これ系は。 TCG の思い出もあったりとか、デュエマくらいですけどねこんなことなのもあんまり見ないですけど、なかなかないですけどね。デュエプレイではどんな姿でね、うん、どういう処理になるのかも気になる。相手のバトルゾーンに突き出してたらやばい気になるな。本日はですね、はい、あのちょっと簡単な動画で先ほどの探索がなくなったシーンであったり覚醒リンクをするシーンがまあ見れるような動画を用意しましたので、あのぜひご覧ください。はい、はい、早速ですがこれがあの探索のシーンですね。あ、探索じゃないんだった、うん、もう一回入れますか。大丈夫です。これ私リンクしちゃうよ、大丈夫？ポルゴ逃げて、ポルゴ逃げて。はい、鉄壁が。ということでターンの開始時に2体揃っていると、このように覚醒リンクをするというご紹介でした。どんな演
質なんですね、すごい絶望のポレゴンです。いやしかもなんかあの合体した状態のなんか枠がちょっと赤っぽくなってて、ちょっと豪華さが増して豪華さが来てて良かったですね。良かったです、なんか並ばなくて突き出さなくて一つに、はい、はい、では続いては紹介した新カードと新能力を使った最速プレイに行きたいと思います。はい、本日ご紹介するデッキを、ご覧ください、どうぞ。はいはいはい、はい、はい、まあ、新カード、ね、モリモリという感じなんでございましょうか。はい、はい、本日ご紹介したといって、あのガガパックンとミランダちょっと使っていないガイアールの方を使ったデッキなんですけれども、今回新しく登場するハンターという種族のクリーチャーを集めて、でガイアールカイザーのサイキックリンクを狙っていくようなデッキでございます。今回ここで初めて見るよっていうカードも結構たくさん入っていると思うので、さらっと一つずつ紹介していきます。はい、まず1マナの番長大号令という呪文なんですが、山札の上から5枚を見て好きなハンターカードを1枚手札に加えるという呪文になっております。シールドトリガーも持ってますし、1マナなのですごい使い勝手いいんじゃないかなというカードです。どんどんいっちゃいますね。はい、突進する獅子神ホーン2マナ1000のハンターでございまして、他のハンター1点につきパワーが2000上がっていきます。でパワーが6000以上の時ダブルブレーカーを得るということで、まあ、思っているより結構高いパワーで戦えるんじゃないかなというカードです。続いてこちら、やったれピッピー、やったれピッピー、やったれピッピー、自分のハンターの召喚コストを1少なくいたします。はい、強いです、強いです。ということで次に行きます。はい、アクアソニックウェーブ水のハンターですね。3マナ2000でバトルゾーン出た時相手のターン4000以下のクリーチャーを1体手札に戻せる。めちゃくちゃ強いですこの子は。かなり序盤とかでね、テンポトレーで深海ヤヌスが、あ、そう、引き飛んでいきます。なるほど、非常に強力な、非常に強力ですこのカードは、カードです。続いてこちらデュエプレのオリジナルハンターでございます。モックリン、各ターン初めて自分のハンターがアタックするとき1枚マナを増やすことができまして、さらに自身が破壊されたときマナゾーンからハンター1枚を探索ではなく選んで手札に戻すことができます。序盤から結構攻撃していくデッキなので、2マナのハンター出して3マナのこいつを出してアタックしてすぐブーストっていったような動きとかも狙うことができます。実質マナを増やすか手札補充かの選択肢になるんですね。はい、で手札補充はこの多分皆さんも見たことあるような能力じゃないかなという、ハンター版のガトリンガーとでもいうカードでございましょうか。バトルゾーン出た時自分のハンター1体につきカード1枚引くことができるハンターでございます。ハンターだ、ハンターです。はい、ガトリンガーです。はい、ガトリンガーですね。で続いてがこちらラブリーハートというございまして、バトルするとき相手クリーチャーをバトルの前に手札に戻すことができるという結構変わった能力を持っております。ただ自分のシールドが3つ以下ならシールドトリガーとブロッカーを得ることができまして、あの今までだとキューティーハートっていうクリーチャーが同じような条件の持つカードがあったんですけれども、あれと同じようなイメージですね。はい、こいつもハンターでブロッカーを得てるんですけど、ブロックしたときその相手をそのまま戻すことができるということで、意外と厄介なクリーチャーになるのかもしれないですね。なるほどなるほど。はい、で最後の新カードがこちら、これはイダテンキットと読みます。出た出た出た、カタカナシリーズですよ、読んでください。はい、瞬足のなんだこれ、祭りごとです、政治のせいで新速の祭りごとで何でしたっけ、イダテンキットで、はい、イダテンはカタカナじゃないし、ね、イダテンキットですね。はい、シールドトリガーを持つクリーチャーなんですけども、マトルゾーン出た時山札の上から5枚を見てハンターを1枚手札に加える、さっきの番長大号令っていう呪文のクリーチャーの体がついたようなイメージですね。なるほど。はい、今回はそういった結構あの小型のハンターをたくさん並べていって、ビクトリーカードガイアールホール、こちらが、サイキックではないハンターの数だけシンパシーということで
唱える呪文のコストを下げることができますので、ガイアールホールを4マナとか3マナとかで唱えて、ガイアールカイザーとブーストグレインドラゴニックピッピーを並べてサイキックリンクをしましょうっていったようなデッキになっております。ハンターがいればいるほどいいやつですね。だからマナが相当下がりきってる状態で、はい、このカードを2枚握ってたら、はい、バンバンって、やばい、完成ってことですね。確かに、あれ出るのか、勝利は見えたけど、意外とみたいなとこだと思うんですけれども、あの今日はこのデッキを使って皆さんにそのガイアールカイザーの魅力っていったところをお届けできればなと思っております。でまたあの今日紹介するカード以外にもこの火水自然にいろんなハンターが出てきますので、そちらも今後の情報を楽しみにお待ちください。はい、楽しみです。では、対戦をご覧ください。どうぞ。なんでクスクス笑われてる。始まりました。始まりましたね。はい、ビクトリー所長になってて、そうなんか私たち小笠原さん笑ってて気づかなかったんですけど、その後に気づいてちょっとクスクスしてしまいました。はい、ビクトリー所長にはザキラのスキンを使っていただいていて、あの今ちょっと隠れちゃってるんですけども、私の方ではカッタ君の新しいスキンを使っております。ザキラさんはなんかよく見たら赤のビクトリーですね。確かに髪型がはい、めちゃくちゃ手札いいじゃないですか。4本目に打てるんじゃないですか。お、早い段階、手札欲しいまで来た。ちょっとちょっと何でもできちゃう、何でもできちゃいますよこれ。痛みも力になるんだよ。アタックに行くならばマナブーストはできるがどうしよう。ところでちょっと、はい、あの打ち切りまして、安全に、安全にやっぱやったりピッピーがすごい大事なカード。相手はマットロックチェスターの、今めちゃくちゃ皆さん使ってますもんね。一旦ドローですかね。はい、いやーすごい、飛び出せ。使った手札も補充して、また引いちゃう。ちょっと引きすぎじゃないですか。グレートメカオが好きだった方は結構懐かしの動きなのかもしれませんね。ちょっとビーナスとマーキュリーの挙動に似てませんか。その本面並べてデュエルを抱えて下がっていってドガンと行くのが好きな人多いんじゃないですかね。堅実な戦略が結構もしかしたら同じような使用感で結構似てる感じじゃないですね。ただ一旦見てこない、結局最終的にあの切り札を着地するためには3枠開けてないといけないっていうのも、そうです、そうなんです。確かにそうです。そこがそっか、浅原さんまさに鋭い視点で、そうするとあと2枠しかバトルゾーンがないんですよ。ただ手札にはガイアールホールとシューティングホールで揃ったんですよね、そのガイアールを狙える組み合わせが。でもここでちょっとどうしようかなというところで、願わくば相手にちょっとこれブロックして破壊してほしかったところ、なので一番あの破壊してもらえそうなそのコスト軽減のクリーチャーで殴ってみたところでした。所長は悩んだけど通されてしまった。まあ、通されたら通されたで全然あのバトルゾーンいっぱいいるので、次シューティングホールとか打ちながら攻めていくってことも、確かにいっぱいね、この段階でクリーチャーたくさん出せてますね。そうなんです。結構小型を並べて手札もまあガジェットで補充できてるので、すごいいい回りをしてますね。良すぎるまでありますね。良すぎるまであるかもしれないです。盤面が開きましたね。これは宮城といったところです。これだかじゃないですか、これちょっとこれぴったり出るよ、大丈夫。2マナにまで下がってます。あ、はい、これまで下がっています。余裕で3と5でまず8になるようにガイアールホールは出すことができますので、ブーストグレンオーもこれも強いんですよね。結構あのフェアリーホールとかいろんなホールからブーストグレンオーは出てくることができるので、いやいやいや、
これでリンクですよ。これはひどい。これでもうワールドブレイカー全破壊。これは強いな本当に。アタック時2万5000未満のパワーの相手でした。2万じゃないやつって誰だよ。魔性これだけ踏んでもこれだけ踏んでも余裕か。いやえぐいなこれ。ものともしない。そうであれば素晴らしいシールドトリガーの引きだが、そうですね。剣を残して悠々。すごい。はい、もうなんか言葉がないです。言葉はあってください。言葉がない。新しいビクトリーカードなので。ビクトリーすぎました。いや、ビクトリーすぎた。この VTR を見てツバイビクトリーランスビクトリーちょっと強そう。さらに横文字フラスのやつやめてもらってただでさえややこしいな。あの紙の本家だと要はあそこでガエルカード出して一旦盤を返すわけですね。なので、あ、出てきたから除去しなきゃだったんですけど、出てきたらもう殴る。だいぶもう話が変わってきてますね。やっぱこうやって初めて動いてるとこ見ると、いや本当にプレイス覚醒リンクっていうのはとんでもないギミックなんだな。とんでもないギミック。いや本当にちょっとこれ、うん、いやでもなんか多分これ使ったら爽快なんだろうなって感じ。確かにね、あれはやりたいですね。何よりやはりこのデュエプレならではのその演出の派手さっていうものもありましたので、早く皆様にも体感していただきたいという気持ちがね、あの倍増した VTR でございました。で、まあ、今回の16段企画前半は新カードと新能力を中心に紹介させていただきました。まあ、久保研究員後半、まあ、結構我々、まあ、新能力とかも話してね、はい、紹介しきったかなという感じなんですけれども、後半はどういった内容になる予定ですか？はい、後半はあのシークレットカードの初公開をさせていただきたいなと思いつつ、デュエプレはここがすごいっていう情報をまたいくつか後半に用意しておりますので、そちらも楽しみにお待ちください。今回シークレットカードでですね、デュエプレ史上初のちょっと要素が入っていたりとかしますので、はい、ぜひ楽しみにしてください。はい、さらに、新スキン、まあ、いつも通りでございますけれども、皆様待望の、ね、新スキン、そして専用 BGM の紹介等々も、ね、そうでした、はい、ございます、させていただきます。はい、スキンも BGM もあるんですね。はい、今回もご用意しております。で、なんかお二人が次回、そうなんですよ、せっかくなので、あのお互いにエピソード、まあ、エピソード1っていうその TCG では呼ばれていたシリーズなんですけれども、まあ、結構あのやっていた時期ってこともありますし、その時期のカードがたくさん入っている段もあるので、ちょっとまた今回も対戦をできればなと思っております。ガチバトル企画でございます。やっぱりその高校生ぐらいにね、なんか盛り上がってたっていうカードがありますので、いいですね、なんか。僕も高校生の時はガイアルカイザー持っていない側でした。持ってました。持ってました。持ってましたよ。一足先にツバイさんがいました。思いの差が出るのかどうか。ということで、まあ、次回もあのツバイさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでこれからも皆様がデュエプレを楽しめるための情報を発信していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは私たちはここまで。ご清聴ありがとうございました。はい、それではデュエマシティ管理局のかすみより、皆様へのお知らせです。今回ご紹介した第16弾パックファーストオブビクトリー激流王の目覚めは、ただいまデュエプレ公式ツイッターで最新情報を公開中です。キャンペーンも開催中。新カードを続々と紹介していきますので、フォローを忘れずに。スペシャルルールマッチ開催中。今回は新ルール、自分のターン終わりにそのターン登場した自分のクリーチャーがいろいろなクリーチャーに変身するルールです。
その名もひらめきデュエル。いつもとは一味も二味も違ったルールで楽しんでください。26日までの開催です。9月24日土曜日は公式配信、新カード情報や生バトルはもちろん、特別ゲストを招いて16段アップデートの秘密に迫る。今大注目の大型アップデート情報が盛りだくさんです。次回のデュエプレイ研究所は9月25日に配信を予定しています。第16弾で登場するシークレットカードの初公開や新スキン&専用 BGM の紹介、さらには久保研究員 VS 配信者王ツバイランスさんのガチバトルを行いますよ。以上、デーマシティ管理局の霞よりお知らせでした。この動画を見て面白い、いいねと思いましたら、動画の下にある高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。通知オンもお忘れなく。 YouTube コミュニティでもいろいろ投稿があるみたいですよ。またお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。